皆さんは妖怪ウォッチのゲームで気になったことがありますか？どんな盾も壊す矛と、どんな矛も防ぐ盾を戦わせたら、一体どちらが勝つのか。これを矛盾と言いますが、この矛盾は妖怪ウォッチのスキルにも存在します。例えば以前の動画では、取り付くが必ず成功する、敵の取り付くが効かないという2つを取り上げた。結果は取り付くが必ず成功する方の勝利に終わった。今回はその企画の第2弾、さらなる矛盾するスキル4組を戦わせてみようと思う。矛盾第2弾開幕です。まず第1試合は、以前の戦いで勝利を収めた妖怪闇マロ、取り付くが必ず成功するという。対するは毛で覆われた妖怪フサフサ、全ての悪い取り付くを跳ね返すという。この2体を戦わせたら一体どちらが勝つのか。勝敗の決め方を確認しておこう。闇マロの取り付きがフサフサに成功すれば闇マロの勝利、逆にフサフサがそれを反射すればフサフサの勝利となります。皆さんはどちらが勝つと思いますか？それでは結果をどうぞ。早速闇マロが取り付きを繰り出す。さあどうなる。なんとフサフサが取り付きを反射しました。ということで1試合目はフサフサの勝利。ここで一つ気になったことがある。フサフサがフサフサに取り付こうとしたら、反射反射反射というように無限に続くのだろうか。実際に調べてみた。まずは1回目の反射が起こった。2回目の反射はどうだろうか。反射しない。よって反射は1回しか起こらないと判明した。わっしょい。気を取り直して第2試合。矛は土器の妖怪ドキドキ。敵味方全員が復活できなくなる。相手は卵の殻の妖怪殻破り。気絶した時一度復活する。ここで一度殻破りのスキルを見てみましょう。相手の攻撃で倒されるとこのように蘇ります。上部にも復活と記載されている。復活対決を制するのは一体どちらなのか。結果発表です。ドキドキが殻破りに攻撃していきます。殻破りは死んだ。ということで第2試合はドキドキの勝利です。続いて第3試合。記憶を消せる妖怪メゾンド忘れ。全員がガードしなくなる。敵は不落の城ムリダ城。移動した後ガード状態になる。ガードできればムリダ城の勝利、逆にガードできなければメゾンド忘れの勝利です。早速見ていきましょう。ムリダ城は後ろから登場します。動きに注目しましょう。ガードと書いているが攻撃している。これではよくわからないので同じスキルの妖怪を増やして再検証。果たしてどうなる。なんと全員がガード状態です。よって第3試合はムリダ城の勝利。最後は第4試合です。かつての妖魔界の王仙台閻魔大王、気絶仕掛けの敵にとどめを刺すという。盾は象の妖怪モレ象。 HP0 になった時1回だけ1で耐える。当然 HP0 まで削れば仙台閻魔大王の勝利。 HP1 で耐えきればモレ象の勝利です。最後の予想は決まりましたか？それではどうぞ。まずはモレゾーの HP を削るとスキルが発動して耐えた。しかし仙台閻魔大王のスキルも発動、モレゾーは死んだ。ということで仙台閻魔大王の勝利ですが、2回まで耐えられる妖怪と戦わせるとどうなるのか。実際にやってみた。早速マスクドニアンを攻撃してみると、普通に死んだ。偶然かもしれないので100回繰り返したところ
100回全てで気絶した。よって仙台閻魔大王の完全勝利でした。以上、ホコタテ第2弾でした。